大きな皮が取れるぞ。これ一匹で服が一着作れる。え、魚の皮で？チェプルといって雨風を通さない服だ。他にも靴や小刀の鞘を作るのにも使える。いろんな利用法があるんだね、伊藤の皮は。でもな、伊藤は皮がうまいんだ。皮を残して利用するか、それとも食べちゃうか、本当に悩むところだな。食べちゃえば。めちゃくちゃ分厚い皮だけど、焼くと柔らかくなるな。幻の巨大魚、ヒンナだぜ。目玉はゆでだこの味がしてうまいんだ。しゃぶっていいぞ、杉本。あ、オッケー。杉本、不死身の杉本か。なぜそれを。俺は大師師団だ。鶴見中尉の手下か。ん、待て、杉本。鶴見中尉、俺がいた正体の中尉は別の人間だ。それに俺は除隊して以来誰とも関わりはない。確かに第七師団は2万人からいる。鶴見中尉の隊とは限らんか。名前と顔の傷でピンときた。こんなところで戦争の英雄に出会うとはな。英雄？死に損なっただけさ。アシリパはどうしてこの男たちと一緒にいるんだ。相棒だ。そしてこっちの白石は役立たずだ。そうか、お前がそう言うんなら信用できるんだろう。